本城八幡宮は、岡山県倉敷市小島通り生にある神社。祭神は、頻田別名、田良し勝彦命、沖永大姫命。社格は合社。社殿によれば、大宝元年に、京王家が神宮寺八幡たを開き、その鎮守として、宇佐神宮より誕生したのが、始まりと言われる。小島通り生十二家村の総鎮守となった。神宮寺の社僧が奉仕した。 平安時代初期の延暦23年、坂の上の田村麻呂が湯ヶ山の族投を平定し、放斎として神風150個を寄進したとされる。鎌倉時代中期の賢治2年には、熊野山の新領が分与された。公安2年には、車両80国の衆院が下された。室町時代中期の文明14年近隣の元太上主元聖奈は、正吉が当社を襲撃し末茶を破却した。 いよいよ本殿に取り掛かろうとしたとき社殿が揺れたため、恐れて退散し、危うく破却の難を逃れたという伝承が残っている。戦国時代の天正三年毛利軍の定山上山城攻略の前哨戦として当社近くにあった、港山次郎、吉川元春、小早川高影連合軍が攻撃した。その際に当社も消防士神子の身が残ったと言われている。消防から半年後には、 再建に着手し、天正5年には復興した。江戸時代初期の慶長10年下津井城主、池田長政が、車両25国を寄進した。漢文6年車両は、当車両15国、神宮寺両10国に分割された。以後、岡山藩主の数形車となり、法永7年から明治2年に至るまで旧通の、岡山藩主車両寄進状が残されている。明治7年号車に列した。 第二次世界大戦後の昭和27年宗教法人となった重要文化財の鳥居小島群通り聖村神宮寺藩に院旧紀美琴滝院文書ありがとうございます